三橋達也は日本の俳優。妻は安西京子、次男は三橋忠中。東京市出身。父が木版彫刻家だった関係から1942年に多摩帝国美術学校に入ったが、戦時中で満足な授業がなく1年後に中退する。1943年、最初は舞台美術家を志し、舞台美術担当で、 進撃グループ申請部隊に入団、しかし俳優になる曜日とから進められ、劇団を点々と渡り歩いた後、1944年に水の得た寄子主催の劇団タンポポに入り、映画にもエキストラとして出演していた。そんな中、軍隊に召集されてシベリア抑留を経て、1947年に復員した。しばらくは、 短編映画のプロデューサーや俳優などをして、1948年に大泉撮影所に入社する。欧米俳優だったが、執行猶予などに、早くとして出演しているうちに、カメラマンの藤井姓の推薦で、サブリ新監督の松竹映画、ああ青春に、主演の不良学生役で出演。この映画では、照明女子出身の大木無や、新人の南川正もデビューしたが、 脚本の井上正人はこの時の三協の自然体な演技、試写会でのウィットに飛んだスピーチから将来大物になるに違いないと確信したという。マネージャーとなった中野英二の口利きで、大英新東宝の映画に出演した後、松竹専属となり、ホームドラマタッチの青春映画に数多く出演する。1954年に日活に遺 同じ遺跡組の川島雄三監督の映画、愛のお荷物では抜群のコメディセンスを披露。続いて、同じ遺跡組の市川昆監督の青春階段、心に、出演、主演スターの地位を確立した。特に、川島雄三作品には、愛のお荷物以降、明日来る人、銀座24条、風船、須崎パラダイス赤信号と多く起用されて、 最多出演俳優となった。ちなみに、川島の代表作となった幕末太陽殿では、本来、石原裕次郎が扮した高杉晋作を演じる予定だったが、三橋の方から断ったという。愛情の系譜明日来る人、植える魂、月食、母上の人など、恋愛映画にも数多く出演し、日本の俳優では、 ケウナダンディで甘い二枚目の魅力を存分に発揮した。また喜劇や文芸物のみならず、凄みを聞かせた演技で、アクション映画でも活躍。1958年に緊縮財政を打ち出して、ギャラダウンに踏み切った日活の上層部と対立して、日活を退社し、東京映画に移籍同年、中野英二と手を切り藤本雅美に誘われ、東方へ入社。 それまでの恋愛映画、アクション映画のみならず社会派ドラマにも出演。黒沢明には1960年の悪い奴ほどよく眠るや天国と地獄に起用された。女の中にいる他人では友人に妻を寝取られ、殺されてもなおも許すという難役を演じ、毎日映画コンクール助演男優賞を受賞。日本初の本格的スパイアクション映画、 国際秘密警察シリーズは4年間で5本が制作されカルト的な人気を博す。趣味のクレー射撃では芸能界一の腕前を誇り日本クレー射撃協会の理事も務めていた。また芸能人の射撃マニアで結成されていた芸能文化人ガンクラブ理事長を長く務めていた。戦争中にシュベリア抑留経験があったことからヨーロッパに行くときは決して ロシア上空を通過するヨーロッパ便には乗らず、迂回して、ロシアとは逆方向のアメリカ西海岸経由で行ったらしい。西村京太郎トラベルミステリーシリーズでは、主役の戸塚川肖像役を長らく務めた。2004年5月15日、急性心筋梗塞のため死去。80歳没。日、里谷和明監督作品の映画、キャシャーンが遺作となった。 容姿が似ていることから和製ケ d リーグラントと呼ばれた映画スザキパラダイス赤信号での三橋達也ありがとうございます